現地11月15日、プロボクシングの WBC、世界ボクシング評議会はウズベキスタンタシケントで開かれた総会で、12月26日に開催される WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上直也、大橋と WBA、IBF 統一王者のマーロン・タパレス、フィリピンの勝者に、WBC 世界同級1位ルイスネリ、メキシコとの指名試合を命じた。 動画、戦立の45秒間世界を震撼させた井上直也の圧倒的 KO シーンをチェックまずはタパレスとの4団体統一戦に集中という話ではある。がしかし、実現すれば、井上にとっても願ってもないマッチアップとなりそうだ。ネリは今年2月に WBC 世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦に臨み、アザトホバニシャン、アルメニア、を11回 TKO で撃破。 さらに今年7月にはフローイラン・サルダール、フィリピン、に2回 TKO と圧勝。タイトルマッチへの機運を高めていた。まさに意気健康といった様子の練りだが、以前から井上との対戦を熱烈に求めてもいた。今年7月には母国のポッドキャスト番組、ザンファーボクシング、のインタビューで、俺はただ戦うために日本に戻るつもりはないし、できることならアメリカでやりたいと思っている。 いずれにしても井上には勝つし、あいつが王座にいるならそこを奪うつもりでいる、と強調。さらに今月6日には母国の YouTube チャンネル、ボッケオ MX に出演し、来年5月に名古屋井上との試合を実現させるためにプロモーターが動いている、と明言し、こう続けた。フィゲロアとも再戦する気はない。俺はピカソ、レベルの低い相手に対する皮肉。 みたいな雑魚と楽な試合する気もないんだ。俺が戦うのは井上やロペスみたいなタフな相手だけだ。もっとも、井上戦が実現した場合に、日本開催となるかは不透明ではある。というのも、ネリは2017年と18年に WBC 世界バンタム級タイトルマッチで山中晋介氏と2度対戦し、ドーピング違反と体重超過が判明。日本ボクシングコミッション、JBC。 から日本での活動停止処分が下され、事実上の永久追放となっている。となると、アメリカでの対戦が見込まれるが、果たしてどうなるか。いずれにしても、今は井上がタパレスとの対戦を制し、史上二人目の二階級での四団体統一という異業をやってのけるかに注目だ。文、構成、ここからネクスト編集部。